はい、本日はですね、僕のオリジナルブランドのポップアップ情報並びに売上の発表させていただきたいなというふうに思います。ということで、こちら毎月させてもらってる売上発表と、近々ですね、行うポップアップの情報について、多分明日明後日なんかな、お伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。そう、ということでね、ポップアップってなるかもしれないですけどね、そうなんです、明日から僕東京にいております。明日明後日とね、東京にいておりまして、じゃあどこにいてんのというと、まあ、下の動画説明欄のね、住所見てもらったらいいかなと思うんですけども、そちらにいております。で、ちょっと道案内がね、わからないという方は動画のケツに掘り込んでますので、そこを見てください。あの、こうやって行けば行きますよっていうのをね、作っておりますので、見ていただければなと思うんですけども、でね、ここにね、ずらっとね、僕のオリジナルアイテムがあるんですけども、これはね、なんでこんなもん作ってんのっていうとね、やっぱり日本の工場さんって今ちょっと衰退してるから、そこを助けたいっていう思いももちろんあるし、僕自身が着たい服を作るっていうテーマで、なんて僕これロンティーずっと毎日着てますけども、これもね、自分で作ったやつなんですけど、まあそうやって自分の着たいものを作って、なおかつ日本の企業にも貢献していきたいっていうね、僕なりの多少の微妙の日本経済を助けようというね、思いが若干ありますので、まあそんなところでね、作らせていただいておりますので、もう早速本題いきます。まずはですね、今日の流れとしては売り上げを発表させてもらいます。これ2月の売り上げね、先月の売り上げと、もうそれが確定したので、それをお伝えして、でその次に、まあ工場さんからのお声っていうのも多少お話しさせてもらって、その次はポップアップのアイテム、こういうので今出していきますよっていうのと、まあ限定品もあるので、そちらもご紹介させていただこうということで、じゃあまずはね、売り上げからいきましょうよと。でこれに関してはもう毎月毎月やってるからね、あれなんですけど、まあこのスクリーンショット、まずこちら見ていただいて、あ、こんな感じになってんのねと。でまあ僕の、EC サイトなんですけどね、これの売り上げをじゃあ見ていこうということで、データをね、こちら押していきます。でデータを月ごとにしていくことによって、過去12ヶ月分のが出まして、2月のがどうなってるかポチッと押すとですね、296万8280円ということでね、こちら売り上げがありました。本当ありがとうございます。まあ、先月もね、だいたい260万ぐらいあったということで、まあ300万弱ぐらいの、売り上げがあったということでね、これは本当皆さんに買っていただいたおかげで、こうやってね、売り上げがあります。でね、まあちょっとね、この3月ちょっと怖いですよね。3月ちょっと低めやなという感じはあるんですけども、まあこれはね、まあ僕の責任なんで、まあ皆さんに買っていただいて、ありがとうございましたということなんですけども、まあこのおかげでね、今回もいろんな企業さんにね、この売り上げをもとに発注をかけれたんですよ。で、新しい新商品とか、もう作ってるやつをね、在庫補充させていくということで、バンバン発注させていただいたんで、皆さんのお金がね、また日本企業でこう回っていってるということで、本当にまあ僕からね、代表して言いたいなと思います。ありがとうございます。ペコリ。はい、ということなんですけどもね、じゃあ次は工場さんからの声、どんな声もらってるのというとね、もうほんまよくいただく声がね、すごいですねっていうお声いただくんですよ。なかなか今日本企業って売れへん売れへんって言ってね、商品作ってもね、もう追加発注はかからず永遠に終わっていくっていうことで、もう連絡がそこからないっていうことがほとんどやねんけども、まあ拓造さんの場合はいろいろね、もう追加とか、あとそれがやったら新商品とかって言ってね、声かけてもらってありがとうございますって言っていただけるんだけども、まあ僕のおかげでもなんでもなくて、これ買っていただいてる方のおかげなんで、工場さんにもお客さんのね、そういう知識がありはる方がね、多いんで、いいか悪いかをね、ちゃんと見てもらえる方が多いんですって言ってね、まあ、だから売れてるだけでね、僕は別に大したこと何もしてないんやけども、そういうことで目利きのね、できる人らが僕の視聴者さんには多かったということなんで、追加発注させていただいてますっていうことなんでね、本当嬉しいなと思ってる限りでございます。でじゃあね、明日から出るポップアップのアイテム、何が出てくるのということなんですけど、僕がよく着てるね、このロンティーももちろん出します。ではそれ以外にあってね、こういうパーカーとかもね、黒とね、グレーの2色で出てますし、でロンティーですよね、ロンティーも白と黒、もうこれ今ちょっとオンラインは完売しちゃってるんですけど、まあ、ポップアップ用にいくつか持っていこうかなと思ってますし、あとそれがやったらデニムですよね、ジーパン、このアウトラストのジーパンもね、持っていきますし、あとキャップですよね、唯一僕がね、作ってるキャップ、このコーデュラのね、キャップを持っていきますし、あとはトートバッグですね、これキャンプ用としてね、作ったトートバッグなんですけども、まあ、これもね、持っていきますし、それ以外だとボディバッグですね、ボディバッグもブラックと、あと幻のブランもね、いくつかちょっと持っていけたら持っていきたいなと思ってますし、それがね、奇跡のキャメルっていうのがあるんですね。奇跡のキャメルに関しては現物っていうかサンプルしか今ないので、ちょっと商品はないんですけども、あ、こんな感じのがね、奇跡のキャメルとして出てくるんかと。まあ、これに関しては幻のブラウンがだいたい月に20個販売させてもらってまして、まあ、それはもうすぐ完売っていうか売り切れちゃうんですけど、まあ、奇跡のキャメルはね、まあ、1ヶ月何個出せれたらいいかなって、まあ、5個とか10個かなとは思ってるんですけど、まあ、そんなもね、またやろうと思ってますので、それもそこで見てください。でその時に僕がね、愛用してるこのね、ボディバッグも見ていただいて、あ、こんな感じで経年変化するんやとかね、何もオイル塗らんでもこんなツヤ出てくるんやっていうのもね、見ていただければ嬉しいかなと思いますので、それも置いておきます。サンプルとしてこれ拓造の私物ですよって置いてたり、財布もね、これ拓造の私物ですよって置いてますので、その辺をね、見ていただければいいかなと思いますし、他にはね、このデニムのマウンテンパーカーも、この僕がめちゃくちゃ着て経年変化してるやつもそうやし、新品の状態のやつもね、持っていくんで、あ、こんな感じなんやっていうのもね、見ていただければいいかなと思います。多分最近レビュー動画出してると思うんですけど、これほんまレザーですねって多分言うと思います。それ言う覚悟でね、来てくださいね。これレザーですね、これレザーですね、はい、じゃあ着てみます。
います。これレザーですねって言ってくださいね。それぐらいねこう重くて、まあ、切れば切るほどね自分に馴染んでいくっていうのも、この柔らかくなるのもね、まあ、見てもらえれば分かると思うんで見ていただきたいなと思います。そしてまあね、普通にちょっとタコゾータ会ってみたいなっていう方はね、全然来ていただければね、これ無料でプレゼントさせていただいてまして、こんな面白ステッカーをね作らせていただいております。例えば大阪とかやったら大阪バージョン、これも大阪やからね大阪でしか渡してないですけど、まあ、名古屋もね終わっちゃいましたが、まあ、こんなんがあったり、今回はね東京バージョンなんで東京を渡しするのと同時にちょっと横浜がね開催できませんでしたので、ちょっと横浜も俺欲しいねんって言われたらね、これもプレゼントします。だからね、もし欲しい方は横浜も俺欲しいねん、わし欲しいねんって言ってください。その時は嫁蔵からね両方とも渡させてもらいますし、そのお声がなければ東京だけお渡しするっていう形になりますので、欲しい方はね両方言ってください。でこれはもちろん無料でねプレゼントさせていただきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。まあ、それ以外にも購入していただいた方にはね、この普段タクゾーの提灯がありますよね。ここによく映ってるんやけども、今回は映ってないけども、その提灯のねステッカーもね作らせていただきますので、これもプレゼントしますし、それ以外には先着5名様にはね、こういったコンプリート色紙を作ってます。大阪、名古屋、横浜、東京、札幌ということでね、このコンプリートしたバージョン色紙もね用意して僕のサインも書いてますので、一応これはね先着5名様にね渡そうと思ってますので、欲しい方はね早く来てください。これが欲しい方がいらっしゃるかどうか分かりませんけども、欲しい方がいらっしゃったら先着5名です。でちょっと特別バージョンとしてここら辺にヒゲを生やしておきましょう。このヒゲモデルというね、ちょびヒゲモデルというのもねあってもいいんじゃないかということで、こうやってちょびヒゲを生やさせていただきましたが、これは1枚しかありませんけどね、まあ、こういったちょびヒゲモデルもありますよということで、まあ写真とかもね全然普通に撮ってください。もう全然2人でも撮ろうって言われたら撮りますし、なんかちょっと喋ろうって言われたらね全然喋ったりしますんで、ただ嫁蔵はね写真 NG なんで、それだけはね申し訳ございませんが、嫁蔵だけはちょっと NG ってことなんですけども、まあ、それ以外ねポップアップちょっと来られへんねんっていう方はね、下の動画説明欄のところに商品ページも貼ってますので、いつでもねご購入いただければね、企業さんを助けるっていう気持ちでも全然いいですし、もうタクゾーン作るもんが好きやねんっていう方はね、それはそれで嬉しい、その声がやっぱ一番嬉しいけども、それで見ていただいても嬉しいですし、まあそんなところでもろもろ詳細はね下に書いておきたいなと思います。で道順に関してはですね、今ここに出てるかなと思うんですけども、東京のねオリンピック会場を背中にしてちょっと歩いたらもうすぐ着きます。こんな簡単な動画説明ないでっていうぐらい簡単にねすぐ着きますので、ここの2階でやってます。だから2階にいてますのでね、階段をちょこちょこ上がって2階に来てください。明日1時から5時までやっております。なんと4時間しかオープンしないということで、それ以上やるとですねもう体がヘトヘトになって東京から帰れなくなりますので、4時間経ってたらもう十分なんよということでね、4時間やらせていただきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ちなみに3時4時が一番暇な時間帯でございます。3時4時はねぼーっとしてる時間もたまにあるぐらいなんで、もしちょっと長く喋りたいという方は3時4時ぐらいが一番暇しますので、遊びに来ていただければいいかなと思います。ちょっとステッカーとかねもうなくなっちゃったらもうおしまいなんで、それはねお許しいただきたいんで、もし気になる方はね早めに来ていただければ嬉しいんですけど、いやまあそんなんはいらんねんと、ちょっと喋れたらいいねんっていう方はね、中には僕そういう方もいらっしゃるので、まあ、そういう方は3時4時とかね来ていただければ結構暇してたりするんかなっていう感じではあるんですけど、まあそんなことで明日から楽しみにお待ちしております。ということで本日はですねポップアップの詳細情報と売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。